野田義彦、野田義彦、野田義彦、1957年、昭和32年5月20日帯は、日本の政治家、院内会派、無所属の会所属の衆議院、議員、8期。千葉県議会議員、2期、財務副大臣、鳩山幸夫内閣、財務大臣、第14代、内閣総理大臣、第95代、民主党国会対策委員長、第7代、 第10代、民主党幹事長代理、民主党代表、第9代、民主党最高顧問、民進党幹事長、第2代などを歴任。千葉県船橋市出身。父は、富山県の農家の6人兄弟の末っ子として生まれ、陸上自衛隊奈良市の駐屯地に所属した自衛官だった。母は、千葉県の農家の11人兄弟の末っ子だった。歳の時、 当時日本社会党委員長であった浅沼稲次郎が死亡した浅沼稲次郎暗殺事件を知り初めて政治を意識したという保育園に通っていた時にはジョンカイケネディ暗殺が起き政治家は命がけの仕事なのだと幼児期には固く信じていた船橋市立役園大小学校船橋市立に宮中学校と進み1976年 昭和51年3月、千葉県立船橋高等学校を卒業。県立船橋高校では柔道部に所属。1976年、昭和51年4月、早稲田大学政治経済学部政治学科に入学。当初は立花隆に憧れ、ジャーナリストを志していた。在学中は、新自由クラブでボランティア活動をし、 1977年の参院選でビラ配りをした経験もある。1980年昭和55年3月、早稲田大学を卒業。松下幸之助が設立したばかりの松下整形塾に第一期生として入塾した。野田は今でも松下幸之助塾長との最終面接を鮮烈に覚えています。笑顔で迎えてもらったが、 目は笑っていませんでした。むしろ、居抜くような、怖い目つきでした。耳は、とても大きくて、ピンと立っていました。君の身内に、政治家はおるか全くいません。そりゃ、ええー、な。ところで、君の家は金持ちかどちらかというと貧乏です。なお、ええー、な何が良かったのか、未だにさっぱりわかりません。が、こうして、成形塾で5年間、 あるべき政治の姿を学ぶことになりました。と当時について回想している。松下政経塾では、学童保育の研究などを行った。1985年、昭和60年に、松下政経塾を卒業した。家庭教師や都市ガスの点検委員等、様々な仕事の経験を経て、1987年、昭和62年に、千葉県議会議員選挙に、 千葉県南一の激戦区である船橋市から立候補した。選挙資金は、寒波による500万円。運動員は20代のボランティア約50人だったが、近県千葉の政治風土を変えよう、路地裏の政治と、毎日、朝夕、駅前で訴え、下馬票を覆し当選した。千葉県議は2期務めた。1992年、平成4年に、 松下政経塾の表議員の一人だった、元熊本県知事の細川森弘の下で、小池由里子、前原誠二、山田博樽とこ晋中田博らと共に、日本新党の決闘に参加。翌1993年、平成5年の第40回衆議院議員総選挙に、旧千葉一区から出馬して、選挙区内で一番多くの票を得て初当選した。この総選挙では、 日本新党ほか新政党、新党先駆けが統勢を拡大して、自由民主党を過半数割れに追い込み、8党派による連立政権が誕生するが、細川内閣、羽田内閣はともに短命に終わり、非自民、非共産連立政権は10ヶ月で幕を下ろした。直後に野党による新党、新新党結成の機運が高まり、野田も1994年12月の決闘に、 参加した。衆院議員になった1993年、平成5年夏、地元の千葉県に、松下政経塾の地域政経塾である、千葉政経塾を、地元の有志たちと共に設立している。小選挙区比例代表並立制導入後初めて、実施された1996年、平成8年の、第41回衆議院議員総選挙では千葉4区から出馬するが、 105票差で自民党の田中翔一に敗れた。落選後に新進党を離党し、1998年平成10年に結成された民主党に入党した。2000年平成12年の第42回衆議院議員総選挙では民主党公認で千葉四区から出馬して当選し、国政に復帰、同年民主党総務局長に就任した。 翌2001年、平成13年の民主党次の内閣で、NEXT 行政改革、規制改革担当大臣に就任する。2002年、平成14年9月の民主党代表選挙に、際しては、菅直人、鳩と、ハトヤの、鳩トス体制に、危機感を覚える前原誠司、松沢成文、河村隆氏などの中堅、若手議員で、第二期民主党を作る優の会を結成した。 代表選に前バルと野田のどちらを擁立するかで調整が難航したが、中堅、若手議員を代表する形で野田の出馬に落ち着いた。鳩山代表の参戦は阻止できず落選したが、選挙戦を通じて党内での知名度を高めた。その後、鳩山代表から、 政策調査会長就任を要請されるが、鳩山を支持するために代表選出馬を取りやめた中野博士の幹事長就任を論考交渉と批判し、就任を誇示した。12月に民主党国会対策委員長に2003年、平成15年11月まで就任。2004年、平成16年には次の内閣で、ネクスト財務大臣に就任、2005年、 平成17年9月までして、党の要職を歴任する。2005年、平成17年の第44回衆議院議員総選挙では千葉4区で、自民党の藤田幹雄の申告を受けるが、944票差で藤田を破り、4選。なおこの選挙で、千葉県内の小選挙区で当選した民主党議員は、野田ただ一人であった。2005年、 平成十七年の総選挙で惨敗した民主党は敗北の責任を取って辞任した岡田克也代表の公認に前原政治を選出して野田は前原執行部で再度国会対策委員長に就任した。しかし二0 0 6年平成十八年二月に長田久康が引き起こしたライブドア元社長の堀江貴文の総選挙出馬をめぐる堀江メール問題では当初この メールの信憑性を疑わず長田を擁護する対応を負ったため国対委員長を隕石辞任した後に前原も民主党代表を辞任。なお、このメール問題について2008年平成20年に刊行された民主党秘書らによる民主党10年史第一書林では普通の企業なら当然備わっている危機管理と統治能力がなかった。 当執行部の仲良しグループ家が生んだ情報囲い込みが原因だったと指摘された。またまぶちすみおによれば、国体委員長を辞任したのだとかぐ坂のバーで飲んだ。さい、野田は、いや、いろいろあったけど、墓場まで持っていくしかねえなと話したという。国体委員長辞任後は、科学技術政策ワーキングチームの座長として、宇宙の軍事利用の検討を行い、 防衛目的の利用はできないという従来の政府解釈を転換し、非侵略での宇宙利用を容認する宇宙条約の締結を進める方針や宇宙庁の設置を主張した。2007年平成19年11月から2008年平成20年4月まで国土審議会委員を務めた。2008年平成20年8月に 本当の二大政党なら政策論争をしないと意味がないと主張して民主党代表選への出馬を明らかにしたが、幹部の松本武昭に強く自制を求められるなど、自らグループをまとめきれず、さらに、安住厚史国対委員長代理、当時からいわゆるニセメール問題の責任を挙げられ、自制を迫られるなど、推薦人、20人確保のめどが立たず、出馬を断念。これにより、 小沢一郎代表体制の継続が事実上決まった。野田の出馬断念に反発した、間ぶ澄夫はグループを脱会した。2009年、平成21年5月の小沢代表辞任に伴う後継選挙では、岡田克也を支援した。岡田は、鳩山幸男に敗北したが、岡田が、鳩山代表の下で、幹事長に就任すると幹事長代理として、執行部入りした。 2009年9月、鳩山幸男内閣が成立すると、当初は防衛大臣への就任が取り沙汰されたが、野田が著書で、集団的自衛権の行使容認を主張するなど、高派的な姿勢を示していたことから、連立を組む社民党の懸念により見送られ、藤井博久財務省の推挙により財務副大臣、予算担当に就任し、消費増税派に転向する。2010年、 平成22年1月に、藤井が健康上の問題を理由に辞任すると、当時は小沢一郎幹事長と敵対関係ではなかったため、公認候補の一人として名前が上がり、藤井も野田を公認に推薦する意向だったが、菅直人副総理が国家戦略担当大臣から横滑りする形で、副総理県財務省に就任し、野田の財務省を昇格案は見送られた。2010年、 平成22年6月に鳩山が代表、首相辞任を表明して、6月8日に鳩山内閣は総辞職した。後継代表、首相には菅副総理兼財務省が就任して、菅内閣の財務省には野田が副大臣から昇格するで就任した。初入閣での財務省就任は初めての例であり、戦後の大蔵大臣時代を含めても比較的異例である。 同年8月20日、為替動向について、記者会見で重大な関心を持って注意深く見ていくと述べる。一方、為替介入についてはコメントを避けた。9月8日、円高について、衆院財務金融委員会での答弁で、明らかに一方的に偏っているとし、必要な時には、為替介入を含む断固たる措置を取る、産業の空洞化にもつながりかねないということで、 強い懸念を持っていると述べた。9月15日、政府、日本銀行が、円売りドル買いの為替介入に踏み切ったことを発表。この介入により、1ドルイコール82円台から1ドルイコール85円台に、急落した。10月8日、1ドルイコール81円台に、上昇したことを受け、より一層重大な関心を持って、マーケットの動向を注視し、必要な時には、 介入を含めて断固たる措置を取るという姿勢に変わりはないと述べた。また同日ワシントンで開かれた先進7カ国財務省中央銀行総裁会議 G7 では為替介入について批判な意見は出なかったと説明した。9月に発足した韓改造内閣でも財務省に留任。2011年平成23年1月の内閣改造に際しては 内閣官房長官への横滑りも取り沙汰されたが、野田が財務省属党を強く希望したため、関西改造内閣でも留任した。スタンダードプアーズによる米国債の格下げに伴い、2011年、平成23年8月8日に行われた G7 電話会談では、米国債への信頼は揺るがないし、魅力ある商品だと思うと述べ、円高に対しては、 マーケットの動向を注視すると述べた。2011年、平成23年6月9日、菅直人首相の退陣表明を受けて、戦国吉し民主党代表代行や岡田、勝也党幹事長らは、民主党代表選挙に野田を擁立する方向で調整。朝日新聞、2011年、平成23年6月9日付が一面トップで、ポスト、菅の本命と報じ、 勇敢の各全国史が後追意した。野田は8月10日の文芸春秋で、時期が来れば、私は先頭に立つ覚悟ですと、党代表選への出馬に意欲を示し、同日の記者会見では、脱小沢路線は見直すべきとの考えを示した。8月23日、代表選での連携を期待していた、前原政治が立候補の意向を示した。 野田は8月26日に立候補を表明して、福島第一原発事故の収束を優先事項に挙げる。また自身は脱原発依存の立場であり、原発は新設しないことを表明した。朝日新聞が8月26日に発表した、次期首相に誰がふさわしいかの世論調査の結果では、原口和弘に次ぐ4位となった。同26日には、 小沢一郎元代表の指示を受けた、海江田万里経済産業大臣が立候補を表明。代表選には、史上最多となる、野田、前原誠治前外務大臣、海江田経産大臣、加野道彦農林水産大臣、馬ぶ澄夫前国土交通大臣の5人が、立候補する形となった。二0 1年、平成十三年八月十九日に施行された、代表選挙では、 1> 第1回目の投票で、海江田の143票に次ぐ102票を獲得。過半数を獲得した候補がいなかったため、決選投票となり、小沢への批判票を集めたのだが215票を獲得して177票を獲得した海江田を逆転し、第9代民主党代表に選出された。投票前に行われた、いわゆる土壌演説では、 ジョークや間三つおの死を交えつつ、政治に、夢、志し、人情を取り戻すことを訴えた。落語家の三遊亭学春は、落語に土壌は出てくるが主役じゃない。野田さんは、花はないけど実直で、安心感はあると土壌演説を評価した一方で、政治評論家の有馬春美は、土壌政治と言っても何をしたいのかわからない。 もっと自分の生活から絞り出てくる言葉が欲しいと批判した。党首選挙における決選投票での逆転当選は、1956年12月自由、民主党総裁選挙での石橋丹山以来55年ぶりで、民主党では初めてとなった。民主党代表選出後の2011年、平成23年8月30日。 関西改造内閣の総辞職を受けて、衆参両院で行われた主犯指名選挙において、第95代内閣総理大臣に指名された。9月2日に天皇による新任式を経て、正式に就任し、民主党と国民新党の連立による野田内閣が発足した。松下政経塾出身の初めての総理大臣である。1955年以後で、 自民党在籍歴を持たない総理大臣が2代続いた唯一の例となっている。9月21日にオバマ大統領とニューヨークの国連本部で初めての日米首脳会談を行う。会談後、オバマ大統領は野田について I can do business with him 彼とは仕事ができると評したとさる。10月7日に政府は 臨時閣議で東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の復興事業を盛り込んだ第三次補正予算案を閣議決定し、野田は東日本大震災復興対策本部で予算案の早期成立に向けて野党の身を取り入れる姿勢を示した。補正予算の総額は12兆円程度で、そのうち震災関係経費は9兆1、0円。財源は10年間で9兆2。 例に登る臨時増税で賄う方針。復興財源を所得税や法人税などの臨時増税で賄うことに対し、毎日、読売、日経、朝日の各市は増税やむなしとの見解を社説で表明したのに対し、三経と東京の二市は歳出削減が第一であると疑念を提した。また、みんなの党の渡辺義美や松下整形塾設立に関わった。 江口勝彦が松下幸之助の無税国家論と相入れないと国会で質問したに対し野田は松下さんが想定をしていたよりもはるかに深刻な財政状況を招いている松下幸之助は中略演談においてとうとうと死の教えと私の持論を述べることについて必ずしもお気にならないと思いますむしろ実行し実践することを求めていると思いますと答弁した 12月20日に南スーダン国際平和協力業務の実施に関する自衛隊行動命令を発出した後、翌2012年には1月11日より段階的に派遣を進める。2012年6月、2011年度第1第3次、補正予算で計上された復興予算約15兆円のうち、約4割が年度内に使われなかったことが明らかになった。 震災直後は被害状況の把握が難しく予算が多めに計上されたことや被災地との調整に手間取り復興事業が想定通りに進まなかったことが原因とされている。2011年10月19日、韓国訪問中に李明博大統領と会談を行い、日韓経済連携協定交渉の早期再開に向けて実務者協議を加速させることや、 市場の不安定化に備えて、両国の通貨スワップの限り額を、現行の130億ドルから、その5倍の700億ドルへ拡充することなどで、合意した。通貨スワップの拡大は、相互依存関係が強まっている、韓国経済を安定化させることによって、日本の経済成長を促し、日本が通貨スワップを行使して、 円売りドル買いを行うことによって、円高を抑える効果が期待できるとされている一方、日本にはメリットがほとんどないという見解もあった。日韓首脳会談では同時に、植民地時代に日本に渡った朝鮮半島由来の図書模索が引き渡され、韓日関係が未来に向かうため象徴的意味を持っている鳥から謝意を表明された。10月21日、 野田は大洪水の被害が拡大しているタイへの支援策を早急にまとめるように閣僚に指示し、それを受けて政府は、船外機、仮設トイレライフジャケットなどに、500万円相当の緊急援助物資、第2弾を決定した。タイからは、東日本大震災の際に援助物資や、義援金を受け取っており、政府はすでに緊急援助物資として、テントや浄水機など3、0円相当。 東南アジア諸国連合プラス3の備蓄米を融通し合う制度を利用して5万ドルなどを対に対して支出した。10月31日、ベトナムのズン首相と官邸で会談し、2010年に合意した日本が輸出するニントアンダイニ原子力発電所について計画通り実施することを再確認した。3.115、菅首相、当時による 原発輸出見直し発言もあったが、これにより従来通り原発輸出推進へと火事を切ることとなった。12月16日、野田は東京電力福島第一原子力発電所の原子炉が冷温停止状態、ステップ2を達成したとして、いわゆる原発事故の収束宣言を行った。収束という言葉に対する違和感を示す質問には、ステップ2が終わったから、 政府のいろんな対応が手を抜いていくとか、福島の力我々はどんどん力を削いでいくということは全くありまん。と釈明した。12月22日、野田が議長を務める国家戦略会議において、日本再生の基本戦略が決定され、東日本大震災からの復興に加えて、アジアの成長を取り込み、2011年、平成23年度から2020年、 平成3年度の平均で国内総生産名目成長率3%程度、実質成長率2%程度を目指す国家戦略を定めた。同戦略は2日後の24日に野田内閣で閣議決定された。2012年平成24年1月13日内閣改造を行い野田第一次改造内閣が発足した。同年3月30日。 政府は消費税率を現行の5%から10%まで段階的に引き上げる消費増税関連4法案を含む社会保障税一体改革関連法案を閣議決定し国会に提出した。野田はこれに先立つ国会答弁で将来不安をなくすことによって消費や経済を活性化させることもあるなどと意義を強調したが野党時代にはこれとは逆に 増税で日本経済が肺炎になどと発言していたと報道された。2012年平成24年6月4日、再度内閣改造を行い、野田第二次改造内閣が発足した。防衛省に拓殖大学大学院教授の森本、聡氏を初めて民間から起用した。森本の前任の市川康夫と田中直樹は共に問責決議を受けていたため、 防衛省人事は野田にとって鬼門だと評された。この人事には、与野党から批判の声が上がったが、元朝日新聞論説委員の薬師寺克行は、形式論的な指摘でしかなく、本質をついた批判になっていないと述べている。同年6月15日、民主党、自由民主党、公明党の実務者間での協議、確約した解散時期以降に、 社会保障国民会議の設置をすることで、社会保障抜本改革を先送りして、消費税増税を規制事実とすることが合意に達し、社会保障税一体改革関連法案の修正内容について合意が成立した。しかし、修正法案の内容に対して、党内の反対派から第45回衆議院議員総選挙のマニフェストで、 歌った社会省改革が棚上げされたと合意内容を批判する声が上がっている。これに対し民主党の岡田克也副総理は増税についてマニフェストに書いていない点は率直にお詫びしなければならないとしたで東日本大震災と欧州経済危機の発生により社会保障制度の持続可能性のためにも消費税を上げざるを得ないと反論。また、 関連8法案のうち6法案は社会保障改革に関するものであり、棚上げは事実と異なると主張している。党内からは、党大会に次ぐ議決機関である、両院議員総会の開催を求める声が高まり、開催を求める154名分の署名が執行部に提出されたが、社会保障税一体改革関連法案を議論するための両院議員総会は開かれず、代わりに、 両院議員懇談会が開かれた。6月19日の党内協議では、小沢グループによる三党合意の項目別合意や、多数決採決の意見を押し切り、政調会長一人を決断し党内合意を得ることに成功した。6月26日の衆議院本会議での消費増税法案の採決では、民主党内から反対、棄権、 欠席した議員が73名に達し、閣僚を経験者ら大物議員を含め造反者が続出する事態となった。採決に先立ち、加藤学部から反対票を投じる方針を聞いた、後援会長の中島守は、加藤議員とは基本的に路線が一致していると思うと話した。また田中修正は、かつて日本の政治史にこれほどまで明確な従来公約違反があっただろうか。 と話している。7月2日、消費増税法案に批判的な小沢一郎、東正蔵、広野上司らが、一斉に、離党届を提出して、国民の生活が第一を結成し、新党絆との統一会派、国民の生活が第一、絆を発足させた。党執行部は造反者や、離党届提出者への処分案を取りまとめるが、7月4日に、社会保障、 全一体改革関連法案に批判的な加藤、学部が離島届を提出し、さらにその2日後に、米長春信が離島届を提出したことら、再び処分案を見直す事態となった。また、7月17日には、野田の原子力政策に批判的な船山康江、行田邦子、谷岡育子が離島届を提出し、新たな会派、緑の風を結成した。 その翌日には、野田の外交政策や、社会保障、税一体改革関連法案に批判的な中津川白京が離党届を提出した。地方議会議員の離党も相次いでおり、岩手県では、当所属の地方議会議員のうち7割以上を離党する、事態となった。8月8日、衆院会散時期について、民事校の3党で会談し、消費税増税を柱とする。 社会保障、税一体改革関連法案を成立させた上で、具体的な解散時期は明示せず、近いうちに真を問うことで合意したが、10月24日、新党大地、馬民主の鈴木宗男から、今は、景気対策や、復興対策に力を注ぐべきで、選挙をやるべきではないと問われたのだわ、私もそう思います、と応じた。9月19日、 差別や虐待などの人権侵害事案の解決に当たる救済機関、人権委員会を法務省の外局として新設するための人権委員会設置法案を閣議決定した。2012年、平成24年10月1日、内閣改造を再び行い、野田第三次改造内閣が発足した。十月二十三日に田中慶州法務大臣が暴力団関係者との 交際問題で事実上の更迭をされただけでなく、前原政治国家戦略担当大臣の事務所費問題や田中真紀子文部科学大臣の3大学の不認可問題が発生し、改造内閣発足後1ヶ月で支持率が17%共同通信者調査。10月9日、韓国ウォンの急落を受けて、前年10月に700億ドルに引き上げられた。 日韓通貨スワップ協定の拡充措置を予定通り打ち切ることで両国が合意。11月以降は700億ドルから130億ドルに大幅減少する。11月9日、人権委員会設置法の法案提出を閣議決定した。11月14日、国会で行われた党首討論で自由民主党総裁、安倍晋三に対し、 当国会中の議員定数削減法案可決に協力することを確約するなら、同月16日に衆議院解散を行うと明言した。この解散表明は、岡田克也副総理や藤村治官房長官らごく、限られた人数にしか知らされておらず、連立与党の国民浸透や解散を求めていた自民、公明両党も予想していなかった。政治評論家の筆坂秀夫は、 この討論での野田の弁論は安倍、国民の生活が第一の小沢一郎代表、公明党の山口夏夫代表を圧倒した一方で、安倍は同様しまともに回答できなかったと評している。11月16日、野田は閣議で解散を宣言し、全閣僚が署名。衆院本会議で横道隆弘衆院議長が解散を宣言した。の総理大臣による衆議院解散。 近いうち解散は1955年、昭和30年1月24日の派と、一郎首相、日本民主党総裁の天の声解散以来57年ぶり。12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙では、従来からの千葉4区、さらに比例南関東ブロックで、重複立候補した。北朝鮮が人工衛星と称するミサイル発射への警戒のため、 有説を自粛していたが、強固な支持基盤に支えられ小選挙区で6選。同日、民主党が惨敗したことを受けて、党代表辞任を表明した。折しも12月16日は、野田首相が原発事故の収束宣言を行った1年後に当たる。12月17日、ホワイトハウスのカーニー報道官は、定例記者会見の質疑応答の中で、オバマ大統領は、野田が、 日米関係のために果たした貢献に感謝していると言及した。辞任する総理大臣にこのような発言をするのは異例である。12月26日、臨時閣議にて閣僚の辞表を取りまとめ内閣総辞職した。在任期間は482日間で民主党出身存在の首相としては鳩山の266日。 感の四百五十二日を上回った。総辞職にあたり、ぬくもりあふれる社会を取り戻し、次の世代に引き継ぐための道筋をつけることができた。閣僚に対して、汗を一緒にかいたことをありがたく思うと談話を発表。野田内閣では、第十五回衆議院議員総選挙で公約として、消費税増税を掲げていなかったにもかかわらず、消費税増税に命をかけると発言し、 消費税増税法案の成立を推進、その過程で公約遵守を主張する小沢一郎らが集団離党することになり民主党は分裂状態に至った。さらに衆議院解散に打って出るも民主党は第46回衆議院議員総選挙で惨敗を喫した。こうして公約を無視した政治運営や根回ししない強引な党運営には批判も根強く、 内閣総辞職以降も、党の内外から批判を浴びることとなる。以後全く表部台には顔を出していなかったが、2015年6月27日、民主党福島県総支部連合会の会合に出席したところ、同席した民主党顧問の渡辺構三が、なぜ野田君がこの場にいるのかと一括し、野田を通列に批判する騒ぎも起きている。2016年9月16日に、 連邦代表の就任に伴う党役員人事で民進党幹事長に就任するも民主党が大敗した当時の首相だった野田の幹事長就任に党内からは野田氏が幹事長になるなら離党も検討すると反発の声が出ている中で自民党の石場茂は自身のブログで野田氏の幹事長就任には様々な見解をいただいております外して否定的なご意見が 多いように見受けられますが、私は民進党の中では、野田氏は極めて真っ当な保守政治家だと認識していますとのコメントを発表した。2017年7月25日に東京都議会議員選挙敗北の総括のため開いた両院議員懇談会で敗北の責任を取り幹事長を辞任する意向を表明した。2017年10月22日投票の 第48回衆議院議員総選挙では、民進党は事実上希望の党と立憲民主党に分裂したが、最終的にいずれの党からも公認を受けない無所属で立候補した。選挙応援のため全国各地を駆け回りながらも、自由民主党の木村哲也に2倍以上の得票差をつけて危なげなく8戦を果たした。10月26日に、 岡田克也が代表を務める無所属の会の結成メンバーとなった。2018年5月に民進党が国民民主党に移行する際は無所属で野党結集に力を注いだ方がベターと判断したと述べ5月7日付で民進党を折り党。その後の6月10日に千葉県内の旧民進党系地方議員らによる政治団体千葉民主連合を設立し、 代表に就任した。2007年、平成19年6月に政治資金パーティーを行った際に40万円ずつ、計80万円のパーティー券を購入したことが判明し、野田の事務局は速やかに返還するとした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。